勝進出をかけてこの韓国と日本は対戦します。そうですね、本当に楽しみな試合ですね。はい、特にあの日本の場合はですね、昨日あの本当に苦戦したんですけどね、はい、インドの本当に4戦目からですね、新人の石川が出てから本当流れを変えてくれてですね、まあ、日本としてはいつ使うかなというタイミングでですね、まあ、苦しい場面でしたけど彼の活躍でですね、で今日の進出をもぎ取ったということで、流れ的にはいい感じで来てるんじゃないかなと思いますね。新しい力を加えて新生南部ジャパン、このキャプテンの越川も引っ張りますが、昨日この越川が話していましたが、インド戦の勝利は大学生の3人、石川中央大学1年生、そして山内愛知学院大学の3年生、さらには柳田慶応大学の4年生というね、この3人の力で勝利を呼び込んでもらったんだという話をしています。そうですね、でもポイントどころでは山内君がいいブロックしてですね、はい、柳田君がサーブで決めてですね、本当バランスを整えてくれましたよね。そうですね、はい、さあ間もなくゲームが始まります。日本対韓国準決勝、男子バレーボール始まりました。まずは韓国のサーブから、ハイヤーバックセンターを使った越川です。さあまず日本の攻撃もどこから仕掛けていくかというのは非常に注目だったと思うんですが、そうですね、あの昨日のインド戦の後半もですけど、やっぱりあのパイプ攻撃というのが非常に効果的でしたんでね、まあ、最初に使っておくというのは効果だ、今後の占う点でもいいと思いますよ。さあ石川のスパイクサーブ、パトロリーを使う、これはネット。今日は日本は一つポイントとして南部監督が挙げていたのは、柳本さん、はい、相手に対してサーブで攻める、ですから強いサーブを求めるということで、この石川の起用ですね。そうですね、なんといっても石川君は本当にサーブは安定してますんでね、はい、まあ、その辺は期待したいですね。18歳のこの石川のサーブはネットイン、サーブポイントになりました。日本まず3点連続ポイントのスタートです。本当何か持ってますよね、本当に石川君は。成城高校では高校2年生から高校6冠というね、快挙を成し遂げて、さらに今年の4月大学で敗れるまで公式戦この人が出ると111連勝という記録もありました。すごいですね、その石川のサーブはアウトです。この石川の良さというのは改めてどういうところになるんでしょうか。そうですね、あの空中でのね、体のバランスが非常にいいんですよね、で空中で体幹がしっかりしてて、ぶれないからやっぱりこうボールを長くコントロールできる、持ってですね、まあ、それだけやっぱりミスが少ないしブロックも見えてですね、やっぱり攻撃力安定してますよね、はい、セッター対オポジットのパクチョルのサーブはネットです。ともにサーブは攻めていきます。第1セットの序盤の戦いです。続いてセンタープレーヤーのできた、日本は前衛が今清水、越川、そして山内、長身2メートル4センチの山内が前衛に来ています。いいコースに狙っていきました。3枚ブロック、シャット、いいですね、狙い通りですね、これ、はい、サーブで崩してね、やっぱりブロックを稼ぎたいところで、本当にそれがワンマとはまりましたよね。日本が大きくリードを取って4点のリードです。さてここまでの流れとして、まず柳本さん、立ち上がりですね、日本。そうですね、やっぱり昨日の反省を生かしてですね、攻撃の組み立ても考えてますし、それでやっぱりこうサーブで何といっても攻めてますよね、いい形ですね。今は石川のように思い切って攻めるサーブもあれば、今できたが打ったようなコースでポイントで狙っていく攻めるサーブというね。そうですね、まあ、お互いやっぱりここまで相手のデータは入っていると思うんですけどね、それを的確にこうポイントどころでやっていけるかどうかというのは大きな勝負の分かれるものになると思いますんでね、はい。日本がまずは大きくリードを取っていきました。上々のスタートを切っています。こちらは韓国のエースのチョン・ガンギン、できたのサーブ、ここも外を狙っていきます。チョン・ガンギンネットです。日本が5点のリード。これ実はできたが狙っているところは、あの9番のレフトのプレイヤーカクスンスク、韓国の選手を狙っているんですが、カクスンスクが実はサーブレシーブの右側、自分の右側が弱いんですよね。いいコース打ってますね、できた君が。ですからそこをしっかりと狙っていきます。これはちょっと正面でしたが、ね、ここも決まっている。それとはあのコースを狙うことは、はい、バック攻撃も防げることになりますので ね、 そうですね、はい、今韓国のカクスンスクがバックプレイヤー、こうですね、パクがそこに控えてますんでね、はい、パクチョルいますので、パクチョルがバックライト、そしてこのカクスンスクが
バックセンターを打ってくるということですね。そうですね。もう一本を潰してきます。チョンガンギを止める。今度は清水。さあ日本8対1と大きなリードを取りました。今はですから柳本さん、日本は狙い通りはめてるわけですよね、はい、そうですね、もう本当にあの6人一人一人がですね、はい、もう作戦通りの動きしてますね、いいですねこのブロックも。ほぼ1枚ですが、はい、チョンガンインがクロスを多いというのを多分分かってて今振ったんでしょう ね、 そうですね。清水がブロックポイントを決めて日本8対1、1回目のテクニカルタイムアウトに入っています。さあ日本対韓国の準決勝、日本はアジア大会連覇を目指して今大会に臨んでいます。しかも今年からまた監督も新たに変わって、長いスパンで見るとリオまであと2年という中でのこの監督交代、南部監督がリオデジャネイロに向かってこのチームを引っ張っていくために、まあ、大きなステップとなるアジア大会に臨んでいます。今大会連覇を目指します。日本対韓国準決勝の一戦、第1セット日本がまず8対1とリードを広げています。できたのサーブ、ハンソンス、バックライトはパクチョル、これも上げた、つなげるか、つなぎきれません。ポイントは韓国です。まあ、ただ今見てるとちょっとあのパクチョルは捨ててもチョンガンイの方に持っていこうというような日本の意識もあるんですか。ブロックどうでしょう。ブロック寄ってますもんね、これ、はい、これはこの形でいいと思いますね、やっぱりあのデキタ君がサーブをあのコースを狙っているということで次に仕掛けてるわけですからね、はい、まあそこから打ってくるのは打数的には少ないということもあるんでしょう。これはアウトです。ポイント韓国。さあそして日本としてはこの清水の出来ですね。そうですね、なんといってもあの清水君が鍵を握ってるところが多いと思いますんでね、はい、まあ、清水が当たると越川君だとかですね、石川君なんか楽になりますんで ね、 そうですね。山内が入ってるのが飛ばして越川フェイント、これはポイントになっています。ブロックポイント、まあ、安易に点をやってはいけませんよ。そうですね、はい、ここでリズムに乗せてはいけません。もう少しファンソンスのおそらく小指を狙っていこうとした越川ですがうまくヒットしませんでした。8対4、韓国が追いかけてきます。よくシングルハンド頑張った、いいポジションを見せました山内です。まあ、今深津がうまくワンハンドフォローしましたね。そうですね、まあ、高いところで、まあ、山内君とのコンビがねだいぶできてきた形でしょうね。そうですね、あれは、はい、まあ、山口君も本当に落ち着いてですね冷静にコーナーを狙いましたよね、さあ清水のジャンプサーブです。チームの良し悪しは自分が決めれるかどうか、そこなんだと話しています。12番の山内が相手へ マークをつけてコミットブロックに飛んでいきましたがここは外されています。韓国は1番のこのソン・ミュンギュンが決めていきました。そのソン・ミュンギュンのサーブです。フェイントを入れていきました。深津が上げてそしてバックライトからの清水、ポイントを決まっています。今チョン・ガインが後ろに下がったところでメンバーの交代があって1番のソン・ミュンギュンがどうやら入ってきたようです。さあここを清水が決めていきました。これで9対5と日本のリードは4点です。さあ今大会越川のサーブが柳本さんいいですよね。本当安定してますね、打ち切る、そして前後にも揺さぶるというサーブですがここは相手を吹き飛ばす、ね、日本越川キャプテン11対5、日本のリードが広がります。いやもうレシーバーこそソン・ミュンギュンを吹き飛ばしました。顔面来てますね、これ回転がかかって落ちてくるところがあまりかかってなかったから伸びてきた格好になったんですよ ね、 そうですね、ジャンプで変化してましたね、今、まあ、いわゆる究極のジャンプサーブになるかもしれません。ここはちょっとコースを狙ってきました。ハンソンス、バックライダーパクショルコースに入っている。越川が入れる、パクソンファを飛ばした、バックセンター合わない、いいですよ。ここはうまく押し込んできたパクソンファです。11対6、日本のリードは5点です。日本のバレーとしては南部監督が掲げているのはサーブで効果的に崩すこと、サイドアウト率を上げること、直接的な失点を出さないこと、こういった3点を挙げています。まあ、そういう意味ではここまでできてますよね。そうですね、相手にサーブがあるときに自分たちのチームが得点を取ることをサイドアウトと言いますが、そのサイドアウトの確率を上げていくことを日本は重視しています。
これで日本は今一つサイドアウトを取ったことになるんですね。でここまでの展開ではもうサーブに関してはもう日本の方が上回ってますね。そしてこのブロックの日本の関係というのはどうですか。ブロックとフロアディフェンスですね。そうですね、昨日あのインド戦ではですね、はい、ブロックの後ろがこう結構穴になったんですけどね、はい、日本はでも今日はいい形で動いてますよね。ここはシークイックパクソンカです。この大会通じてですねシークイックに入った時はほとんどシークイックに上げてるんですね。ここに入ってくる時ですね。そうなんですね、というのはブロッカーがやっぱセッターの前にいますからね、はい、やっぱりノーマークになる確率が高いということをよく分かってるんでしょうね。ですからこのセンタープレイヤーがセッターの後ろの方に動いた時というのは日本のブロックシステムも変わってくる可能性がそのあと出てきます。バックライト、そうですね、清水が冷静です。自分がこのチームに勢いを乗せられるかどうかのポイントなんだ、それは自分が一番分かっていると清水も話しています。まあ、なんと言いましても日本韓国去年最後に当たったゲームはあの世界バレーの進出をかけた戦いでした。あの時はストレートで敗れてしまった日本、その悔しさもこの舞台で晴らしたい。パクソンハバックライトを使った、ここは落ちているのか、落ちています。ソンミョンギュンのバックセンターです。まあ、でもあの日本はあの1本で決められてないんでね、はい、ラリーに持ち込んでますからそうですね、はい、よくついてますよ。タクセンスクに変わりましてここで11番のチェミンホが入りました。センタープレイヤーですが、まあ、ワンポイントのサーバーとして使っていきます。エースのチョンガンイン早い段階で下げましたよね、これね、まあ、守備というところもあるんでしょうが、できたが入っている、そのできたを飛ばしたワンタッチはありません。13対9、日本のリードは4点です。さあここはしっかりとチャンスはものにしていかなければいけないところ南部監督です。日本は現在世界ランキング21位です。南部監督は今年の2月に監督就任しています。2つはもう1回使った、この連続の使い方どうでしょうか、ね、昨日もですねやっぱりこうもう少し振り分けた方がいいかなという場面もあったんですけど、はい、今日はよく考えてあげてますよね。タクスンスがまた戻りました。レフトのプレーヤー、まあ、守備的な要です。さあ石川のサーブ、これもいいサーブです。しました、ね、これで3枚つけます。パクショルがパワーで吹き飛ばしていきました、まあ、ただ狙いとしては日本いいわけですよね。いや、いいですよね。石川のビッグサーブでは潰してこの2段トスにさせて3枚つく、ね、パックはもうこのブロックアウトしかない状態ですもん ね、3枚ブロックでね、もう1か8かだけですもんね、はい、これはパクチョルからするとラッキーだったというようなポイントになるかもしれません。そのパクチョルのサーブ、韓国はですから攻撃陣は前2枚ネットにかかっています。さあ15対10と日本が5点のリードです。日本としては本当に相手韓国のライト側はやや捨てるような格好でセンターあるいはレフトにブロックを絞ってくるような格好ですね。そうですね、なんといってもあのファン・ソンスというセッターをうまくこう使いますんでね、まずレフトを殺していくというのは大きいと思いますよ、はい、ここはまあほぼ1枚半になりますが今のところは打数が少ないのでもうここは割り切ってていいという感じでいいんですか。いいと思いますね。最後は速攻とレフトですからね。そうですね、はい、ですから山内もセンターあるいはレフトのところ、ただこれがまたライトの方向に増えてきたら、この13番に増えてきたらそれはそれでまた変えてくるわけですね。そうですね、まあ、その辺はベンチからも指示出ると思いますけどね、はい、越川インナー切りました。冷静にコースしましたね。今日本が5点をリードしています。第1セットです。さあここもなんですが、今度はやはり不活がいい組み立てしてるんでしょうね。そういうことなんですね。1枚になってますもんね。そのこの前のレセプションからはやっぱりできたが2本続けて突かれて、はい、でやっぱりそれマークせざるを向こうは聞きませんのでね、でそれマークしたところをよく考えて押し掛けた、これ完全な1枚もですもんね、まあ、しっかりと深津が組み立てて相手のブロックを今のところは分断している。さらに、まあ、日本の選手たちも非常にいい形で、ね、結果を出しているということにもなりますけどね。 ね、それとやっぱり今日はサーブレシーブが安定してますよね。そうですね、はい、長野がいい返球をしてますよ、はい、2回目のテクニカルタイムアウトに入りました。日本がここまでは16対11と5点をリードしています。まあ、昨日はこの14番の石川がセットカウント2対1とインドに対して1つリード、後がなくなったところで第4セット出てきて勢いに乗せて
チームを勝利に導きました。いいところで山内君がね、ブロックポイントを上げてですね。さあ第1セットの日本、16対11、日本対韓国の一戦です。インチョンアジア大会、4年に一度のスポーツの祭典、日本2010年広州大会に続いて連覇を目指して準決勝。ここはアウトになってポイント、韓国16対12です。それとあの石川君とかですね、はい、やっぱ山内君という新しい選手が頑張ることによってベテラン陣がね奮起してますよね。そうですね、だからチームの状態としてはもういいバランスになっていると思いますよ。ソン・ミュンギュンがサーブに下がりました。スタートはチョン・ラインでしたが、あまり状態が上がらずにソン・ミュンギュンに変わっています。まあ、あの昨日のゲームに対しても12番 の, あのエースのチョン・ガインが少し、ね、腰を押さえるようなシーンも、ね、柳本さんありましたもんね。そうですね、特に3セット4セットなんかね、はい、で吹かしてみたりですね、ちょっとカタール戦でレシーブで左の腰を強打したのが影響があるのかもしれません。さあ先ほどサービスエースも取っています越川です。キャプテン今度は前を狙いました。センター線 A クイックはパクソンハ、それほど高い打点ではないんですけどね、まあ、うまくこう力を抜いて打ちましたよね。そうですね、ご覧いただきましょう、まあ、ちょっとまだ肘を下げながらというところですから、うん、高さという意味ではもったいなさも残りますが、このパクソンが決めています。ハンソンスです。ちょっとサーブがこのところ決まっていません。なかなかこの人がジャンプサーブ決められないんですよね。ですね、ちょっと肩に治療の跡も残っていますが、あまり状態が良くないのかもしれません。さあそして山内に代わりまして、大学慶応大学の4年生の柳田です。この人のサーブも注目ですね。しましたね、本当にあの確率が高いですからね、で出ると崩してくれますんでね。代表では自分が違う色を出せるようにしたいという話をしています柳田。ネットイン、ここは9番のレフトパクソンスクです。まあ、あの深津君がブロック前にいましたんでね、はい、まあ、余裕を持って打ってきましたよね。日本は大学生が3人、この11番の柳田、そして12番の山内、愛知学院大学の3年生、そして14番の石川、中央大学1年生が入っています。センタープレーヤーのパクソンハのサーブ、ちょっとここは重なってしまいました。2段トスの清水、3枚ついている。こういうところはどうなんですかね、選択として今勝負に行く。先ほどですね、はい、相手のパクチョルの、ね、話しましたけど、もこれはもう完全にコースを打たなきゃいけないコースなんですけど、コースを塞いでくれてますんでね、向こうがね、はい、やっぱワンタッチしかないです、そういう状態でもちょっと安易に打ちすぎですよね。そうですね、はい、あのハイボールだけで3枚になった時コート見て相手のブロック、これね、やっぱりそう感じてますね。どっかの手狙ってしっかりしっかり手見てって言うもの、3枚ブロックだから手見て手見て、まあ、腰からはそのあたりのうまさってありますけどですね、まあ、イタリアでプレーをして越川もバレー人生が変わったという話もしていましたけれども、あそこはもう絶対抜けないコースですからね、はい、もう包まれてますからねまあでも南部君がいい指示出しましたよね、はい、パクソンハのサーブです。現在18対15、日本のリードは3点。ちょっと石川乱れました。石川に2枚ついていると、ここはフォローしたいできた。さあこれで2点差です。まあ、米山君と、はい、石川君比べるとどちらかというとやっぱ米山君の方がサーブレシーブは安定するんですよ ね。 そうですね。でも今日は攻撃を勝ってですね、はい、やっぱり起用されていると思いますんでね、まあ、気にしないでどんどん行ったらいいと思いますよ、石川を飛ばしました。彼、ね、一本もう やられてもですね、はい、必ず返しますよね。そうですね、本当にいいセンス持ってますよ。今のチームでどれだけ結果が残せるかという僕にとってはチャレンジになりますと話しています石川。深津のサーブ、これで日本の前衛は前3枚、いいところに落ちている。パクショル2枚ブロック、ね、できた。さあ日本のセンタープレーヤーできた、199センチが決めました。これで20点目、これ大きいね、序盤から今日ブロックも出てますし、やっぱり13番が打数増えてきたんで少し意識をこっちにも持ってきましたね。そういうことですね。20対16、日本が4点リードです。さあそして韓国はパクチョルーに変えましてソジェドクが入ってきました。そこに3枚つく、またブロックポイントは日本21点目。まあ、それとその前ね、この画面でも出ましたけど、はい、本当にこの
サーブでうまく崩してますよね、日本は。強いサーブだけじゃなくてコースですよね。非常に攻めを見せています日本です。さあしかし日本は柳本さん、非常にいい流れをまたこの終盤持ってきましたね。そうですね、本当に今も言いましたように、そのコースをサーブをしっかり打ってですね、やっぱりもうブロックを絞りやすくしてますよね。そうですね、ですからブロックが2枚揃う確率というのは日本はかなり高くなっています。狙い通りの形を日本は作っています。もともとね、ハンソンスといういいセッターがいるんですけど、その力をもう本当に半減させてますよね。そうですね、第1セットは日本が大きくリード、21対16、深津のサーブ、ここもパク・シュンスクを潰してまた止めた。いやこれも完全にレフトはもう捨ててライト、ね、ライト言ってますよね。そうですね、もう完全にマークしてストレート締め出すね、これ映像で出ると思いますけど、はい、ここでもう2枚もう石川がシュッと入ってますよね。抜けないですよね、あれは。ソジェドクを2本連続日本が止めています。今度はストレート方向に打ちました。 B を使う4番のシン・ヨンソクです。ベテランの27歳。そうなんですよね、このローテーションも今9番のカクースンスがライトの方からレフトに曲がってこなきゃいけないというところがあるんで、あそこを狙うと非常に韓国が攻撃の手がなくなってきます。そのカクスンスクのサーブはネットにかかりました。韓国は守備の形がちょっと複雑になっている部分もありますので移動が多いんですよね。そうですね、だからサウスポーがと、はい、こう交互に刺さなきゃいけないんでですね。そうですね、レフトからライトに回ってみたりですね、はい、移動が大きくなるんですよね。そうですね、はい、そこをうまくついてますよね。セッターがバックライトの位置の時の守り、この時はオポジットの選手が前衛のレフトにいますので、カットの時はライトまで走っていくという長い距離を行きます。そしてバックセンターにセッターがいる時の守りは9番のカクスンスがライトからレシーブをして今度はレフトに大移動するというですね、この2つの弱点を実は韓国は持っています。そこをサーブでうまく日本はついています。ソジェドクソジェドクのサーブアウト、はい、メンバーチェンジが出ましたね。今、石川に代わって米山が入っています。このセット固めに入りましたね。そうですね、これで第1セットはセットポイント。できたはこのクロスのコースカクスンスクを狙っていきます。ポイントは韓国です。さあただママはここはサイドアウトを取っていけば日本がものにできます。この映像を見ても分かるようにブロック本当に読んでますよね。読んでますね、はい、しっかりとはめ込んでいます。米山から山内、越川が決めた。ワンタッチあります。日本第1セット韓国を圧倒して25対19、戻しました。アジア大会男子バレーボールは準決勝、日本は連覇を狙ってのこの韓国戦です。第1セットは25対19で物にしました日本です。さあ第2セットに入ります。日本のサーブできたから始まっていきました。バクシルーのスパイクはアウトです。ワンタッチを要求していますがこれはありません。日本のサーブはこの石川からです。パクシェルブロックはうまくつなぎました。越川です。清水これが、ね、ここですね、完全にブロックはねもう読んで、まあ、清水としては不利な状態で打ってるわけで、もうストレート打つとかね、はい、完全にもうブロックの餌食になるようなコースですから、もうちょっと考えなきゃいけない ね、ここは、はい、1対1の同点です。ここのポイントは韓国です。これで2対1。さあ第2セットになります。第1セットも日本はこの石川がスタメン出場。第2セットの日本のスターティングメンバーはセッターがバックセンター 6-1 から始まる S6 ローテーション、14番の石川からサーブが始まって、そのままサーブ順に16番のできた、1番清水、7番の越川、12番の山内、13番深津という並びです。パクソンスクのサーブはアウトです。さあそして韓国の方はといいますと、12番のチョン・ガインがまたスタメン戻ってきましたね。そうですね、
そしてセンタープレーヤーが11番の韓国はチェ・ミンホをスタメンで起用しています。チョン・ガンミンです、まあ、この人を勢いに乗せないことが日本にとっては大きな要因になってくると思いますが、そうですね、でレフトだけじゃなくして移動攻撃も仕掛けてきたりしますんでね、はい、中に入ったりあるいはバックアタックも、ね、非常にうまい選手です。ムードメーカーでもありますんでね、この辺りは調子に乗せたくないですね、はい、ただ波があるといえば波もある選手ですよ ね、 ですね。パクチョルのサーブ押し川、ポイントは日本です。そして第1セットをものにした日本ですが、柳本さん、はい、この第2セットも同じような流れでいいんですか、このままで。そうですね、ただちょっと気になるのは、はい、1対1の時のこの清水君ね、今サーブに安易にこう1点向こうに献上しましたよね、はい、そういうのはもう絶対避けるべきですよね。やはりキーになるのはこの清水かもしれません。ネットにかかりました、まあ、本当に本人もチームの良し悪しは自分が決めることができるかどうか、勢いに乗せられるかどうかで決まってくるんだと、それは自分でも一番分かっていると話しています。この点数なんかもう序盤ですからね、ああいうサーブなんかも思い切って打てばいいんですよ、はい、あ入ると怖いよという印象だけでも残りますからね、うん、なるほどね。ここはチェ・ミンホのサーブはアウトです。センタープレーヤー4対4の同点です。さあ越川のサーブです。やや後ろにラインを下げました。前は空いています。しかし後ろを狙った、アウトか、わずかにアウトです。だからこれいいと思うんですよね、はい、で次レセプションからサーブレシーブを返してきちっと1点切ればですね、はい、権利をもらえるわけですからね。いわゆるサイドアウトという部分、相手にサーブがあって自分たちが得点を取ることをサイドアウトと言いますが、それを狙っていきます。チョン・ガンイン、ここは入っている。サイドラインギリギリいっぱい、6対4と韓国2点のリード。韓国もちょっとサーブが第1セットと変わってきましたね。それと石川狙いで来てますね。ですね、はい、先ほど終盤にちょっと石川が乱れるというシーンがありましたので、ここに集め始めています。ここは石川試練のところになりました。ただこれも一つ石川にとっては大きな経験ですからね。そうですね、前ではもう全然問題ないんでね、はい、サーブレシーブだけをきちっと返しておけば。石川と同様に大学生、愛知学院大学3年の山内昭弘です。バレーを始めたのが高校1年生からということで、今年で6年目という選手です。バックライト、バックショール、ストレートを切ってきました。さあ今度は日本がこの韓国の攻撃に対してブロックをどう変えてくるか。今少しストレートラインを開けるようなクロスを締めに行きましたかね。そうですね、間じゃないですか、ね、間ですか。そうですね、あそうですね、うん、パクソンソンサーブ、韓国のセッターネットにかかります。ちょっとサーブで悩んでいるこのハンソンス、今大会通じてずっとうまくいってないんですよ ね、 そうですね、昨日の試合もほとんどね、はい、うまくいってませんでしたから、もう結局行かずにあのフロートサーブに変えてましたからね。さあ復活のサーブです。ダイレクト、これ上がってます、落ちてませんか。今は韓国がナイスレシーブを見せました。8対6と韓国2点のリードです。1回目のテクニカルタイムアウトに入りました。バレーボールは第1セットから第4セットまでが25点先取、その中で8点と16点には自動的にタイムアウトが取られるテクニカルタイムアウトというのが決められています。そしてそれぞれのチームにはそれ以外に2回ずつタイムアウトを取る権利があります。第5セットは15点先取の15点制です。さあまず第2セットは韓国が8対6、序盤は2点のリードを取りました。第1セットは日本が25対19でものにしています。韓国のサーブ、パクソンハのサーブです。8対6と韓国2点のリードです。前を狙ってやはり石川を狙ってきています。そこを使う、ブロックアウト。やはり韓国はこの石川狙いで来てます ね、 そうですね、まあ、日本の南部監督も話していたのが、今日のゲームでは一つサーブで攻めるというのがポイントになる、
ただ守りからするとやはり柳本さんもおっしゃってましたが、米山の方が石川よりはいいというところで、ちょっとギリギリまでスタメン悩んだそうですけどね、うん、ビッグイック、これは熱すぎます。深津はどこを使う、バックセンターを使って石川、打数がしかし集まってきますね、この石川に自然と。そうですね、あれ本当にあのそういう流れをつかむもの持ってますから、はい、うまく打ってますよね、今のね。でここはちょっと深津もできたを使ったり、あるいは今度はバックアタックセンター使ったりとセンター線意識させてますよね。今日はあの打数見られて分かると思いますけども、本当平均して打ってますよね、みんながですね。まあ、ここまで見ますと清水が5本、越川で6本、山内2本、石川できたが4本ずつですが、かなり散ってますね。そうですね、だから相手に絞らせないというのはやっぱセッターがうまくこうボール回しをしているということですよね。はい、カクセンスクのサーブ、越川、その越川です、うまく切ってブロックアウト、これで日本9対9の同点です。日本は今日は落ち着いています。ここもですからもう11番のね、チェミーホがついてます。そうですね、1対1の状況を日本がしっかりと作っている。さあできたのサーブ、ここはターンで決めていきました、チェミンホ、 A クックです。10対9、まあ、サイドアウトが続いていますが、これはこれでいいわけですよね。そうですね、ただあの気をつけて おかなきゃいけないのはやっぱりハンソンスがですね、はい、やっぱりこうセンター攻撃を使い出すとリズムが出ますんでね。なるほど、韓国のパク・ギウォン監督もこのハンソンスについてはアジアで最も頭の切れる選手なんだと、自分のバレーをしっかり体現してくれるのがこの選手なんだと話しています。リーを飛ばして星川、チョンガンイ、ハンソンス、パクショルはブロックポイント、日本3枚ついている、10対10の同点です。ライトは第1セットも完全に日本潰しましたからね。そうですね、途中で ソジェドクという若い選手も出てきましたが、ここも止めて日本がものにしていきました。ここは清水君攻めたいね、先ほどは入れるだけでしたが、ここもちょっと入れていくだけになった。チョンガニン、あそこもまだこの得点差10対10というところでもっといってもいいわけですか。そうなんですよ、でどうせ入れておくんであればですね、はい、チョンガニンがレフトポジションなんで、下がってサーブレシーブしてから攻めるんですよね。そうですね、だからそこへ取らしていくというのも一つの戦法だと思うんですけどね。なるほどね、山内を飛ばして、ここは2枚ついていた。韓国もセンター線にちょっと絞ってきています。日本は前2枚なんですよね、だからこう寄ったところでもブロックがこっち寄ってますからね、はい、2枚つかれてますよね、この辺りはちょっと勝つ分考えなきゃいけないね、はい、ここは日本にとっても苦しい場面になります。12対10と韓国2点のリード。チェミンホのサーブ、また石川を狙う、バックライト、よくつないだ越川、そしてその越川、うまいね、うまいですね、ああいったシーンは越川、まあ、自分はミスはしない自信があるんだと話しています。あ、そしてちょっと足を今ひねってしまいましたかね、越川の上に乗ってしまったかもしれません。8番のパクソンハです。ネット際の足なんですが、あ、どうですかね、今ちょっと微妙ですね、微妙ですね、もう一度見てみます。あ、越川の、そうですね、左足の上に乗ってしまったんですね。ですね、はい、まあ、でもひねってないと思うんですけどね、そこまでグッといった部分ではなかったと思いますが、はいはい、大丈夫のようです。戻りました。日本韓国アジア大会、4年に一度のアジアの祭典、日本連覇を目指してこの準決勝韓国戦です。第1セットはものにしています。越川のサーブ、ネットイン、パクソン入ってくる、バックライトを使ってパクショル、13対11。さあ徐々に韓国もうまく、ハンソンスが柳本さんおっしゃる通り散らし始めましたね。そうですね、速攻を使いながらうまくタイトル持っていきましたよね、ですから日本がセンター線にステイするような格好、残るような格好でやや振られています。そうですね、まあ、センターで上げてセンターが決めるというのもね、こう一つの手なんですけど、それをマークをさしてブロックを1枚にしてですね、打つ人を楽にさせていくというのを今うまく使ってますよね、はい、ハンソンスに変えてワンポイントブロックでソジェドクを持ってきましたが、
そしてまた戻します。いやー、これ早い段階でパクギョン監督がブロックポイント狙って勝負かけたんですね。ただしかし、まあ、意図伝わっては当然いると思うんですけども、韓国のサーブミス。そして山内のサーブです。フローターを伸びてきます。奥を狙う、こういった潰し、パクチョルン2枚と、スミス上げたかった。いや、今のはコース2枚ブロックついて、あのコースに打たせてるわけですよね。そうそう、あそこしかないんですけどね、このシーン、これですね、ストレート締めてますよね、はい。でも清水ももう空いているここしかないということで待ってたんですが、上げることができませんでした。ハンソンスのサーブ、バックライトは清水、あ、これはアタックライン踏み越えてしまいました。ポイントは韓国です。後衛の選手、バックプレイヤーがあのちょうどコートの3分の1手前のところですね、この白いラインが敷かれていますけれども、ここを踏んで攻撃することはできません。これよりも前で攻撃することはできません。バックプレーという反則です。これで3点差。ハンソンスのサーブ、リーを飛ばして、ここで石川です。アウト、ワンタッチはありません。16対12、第2セットが韓国4点リードです。日本が4点を追いかけるこの第2セットです。第1セットは25対19で日本が取っています。トライ入れてきますからね。ここはもうジャンピングフローターに変えました。できたを飛ばして、バックライトは清水、できたがフォローする、ハイボールを石川、ワンタッチでやった。あ、チョンガンいいところに守ってました。これはしかし繋げません。ポイントは日本です。そうですね、まあ、それと深津君はですね、はい、マークを突然配分してるんですけど、やっぱりその日のやっぱり当たってる選手というのがいるんですよね、はい。例えばこの石川君なんか昨日からもう本当に好調なんで ね、 当たってますね、はい、もう止まるまでどんどん使うのも一つの手だと思いますよね、はい。さあ、ここでは韓国非常に厳しい、今13番の選手がダーッとライトに回っていくというシーンがあるんですが、ここをうまく日本使っていきたいサーブでしたが、しかしネットにかかっています。こういったシーンが多いんですよね、韓国は ね、 ですから、あの走ってくるところにボールを落としてやるとかね、それも攻めるサーブになります。パクソンハのサーブ、石川 B クイックはできた、しっかりミートできなかった。こちらも打てません。清水決め切った。そうですね、今清水君は本当はライトで使いたいんですけど、はい、ポジション的に回ってきたのが レフトなんですよね、でこれを韓国はライトに無理大きく利用するんですよね、ですから、あの移動の部分でサーブで消してやると、そういうことですね、日本にはチャンスが出てくるわけです。石川のジャンプサーブ、ネットにかかりました。18歳の石川祐希、高校6冠、現在大学の1年生です。高校から大学まで続いた公式戦出場111連勝という記録がありましたが、それを止めたのが同じチーム、今代表入っています慶応4年の柳田でした。さあ、ここは米山が入って守りをまず固めます日本です。カクスンスク、長野が上げる、ハイボールでの勝負、ここは冷静、もう一度清水に、今度は勝負に行く、ポイントになりました。今の切り返しですよね、柳田さん、今のはいいですよね、はい、ブロックの上を狙ってね、ワンタッチもらいましたから、でその前も詰まれてましたから、うまくリバウンド取りに行ったわけです ね、 ちょっと冷静なところも清水が出てきました。18対15、日本3点追いかけています。できたのサーブ、伸ばしてくる、ブロックは、これはポイント日本です。ワンタッチあります。パクチョルをしっかり仕留めました。そうですね、この後やっぱりチョンライン上がる確率が高いと思うんですね、清水君と山内君が呼んでほしいですね。ですからおそらくまたできたは9番のカクスンスクを潰して、バックアタックは潰すわけですよね。そういうことですね。あ、ここ潰しました。これで、あ、やはり2枚向こう側、ね、チョンライン行ってましたけど ね、もうこれは真摯としていいわけですよね。先方ですからね、これはもう極端に行ってしまおうという日本の意図が分かりました。行きましたね、どれが一番確率が高いか、まあ、それがデータに出ているわけですが、まあ、それを裏を書いたのがこのハンソンスリセットですね。そうですね、はい。あ、そしてワンポイントサーブでセッターに、本来はセッターのイミンギュが入りました。パクチョルーに変わっています。
押し込んできました韓国20点目。さあ日本は第2セットの踏ん張りところを迎えています。ここは守備を固めた米山のところでしたけれども ね、リミングのサーブ、星川ライトに振って清水アウトです。ちょっとトスが割れたでしょうか、入りすぎていた清水。これで5点差、21対16、日本が5点を追いかけている第2セットです。まあ、5点差、この終盤戦というところで流れどう変えていけばいいんでしょうか。そして今やっぱりサーブレシーブが崩されてますんでね、はい、きちっとまずサーブレシーブを整えるということですね。そしてやっぱりこうその状態で1枚にブロックがなったときはもう確実にポイントを取っていくと、はい、そんなの難しいことしなくていいと思いますよ、ここは、シンプルに考えればいい。そうですね、でじっくり待つことですね、ここは、はい、日本対韓国の準決勝、勝てば決勝進出、日本は大会連覇を目指しています。第1セットはものにしましたが第2セットはビハインド。リミングのサーブ、星川プッシュ、この辺りよく見てますね。今日は本当に星川君冷静ですね、この南部監督からキャプテンに指名されました。自分が歩んできた決断してきたバレー人生を評価してもらってのキャプテン、それは嬉しかったと星川も話します。あ、そして日本はここ2枚替えですね。そうですね、椿山が入って、まあ、前衛のライト、そしてセッターにはこの内山が入ってきました。トヨタ合成トロフェルサに所属しています内山、今年が全日本初選出です。チョンガンイン止めた、当たりましたね山内、さあ止めました。このチョンガンインを止めていきました。勢いに乗せたくないプレイヤーです山内ですね、山内のブロックポイント、まだバレーを始めて6年目の選手です。韓国たまらずに、こちらはパクギオン監督が早い段階でタイムアウトを取ります。さあ日本が3点差に詰め寄ってきました第2セットです。まず一つ柳本さん、チョンガンインエースを止めました日本です。そうですね、作戦成功ですね、2枚替えが成功しました。今度はシークイック、やっぱりそうですね、シークイックですね、あ、本当だ、柳本さんおっしゃる通りセンタープレイヤーがセッターの後ろに入ってくる速攻シークイックと言いますが、ここに入ってくるときに遅れるんですよね、これ1枚上がる確率高いですね、日本のブロッカーがセッターよりも前の位置にいますので、その空いた後ろの空間をハンソンスがうまく使っています。上で我慢した、しかしポイントは韓国です。ちょっと内山気になりましたかね今ね。ただあのサーブですよね、米山君固めに入ってるんだけど、そうですね、ここで日本ねオーバーネットしてますからね、やっぱり代表もまだまだオリンピックに向けてというところでは争いも日本は熾烈です。ここもちょっと乱されています。椿山フェイント、チョンガインに3枚ついてブロックアウト、24点目は韓国に入りました。まあ、実は今大会日本はあの福澤がね出場していませんけれども、これは福澤が左足首の靭帯を損傷しまして、ちょっと全治にだいぶ時間がかかっているということで今大会呼ばれていません。まあ、そういった中でまだまだ熾烈な争い続いてますからね。その中で若い石川、柳田も入ってきています。椿山、これを上げましたパクチョル、チョンガインに2枚、これは取れない。今度は第2セットは韓国25対18でものにしました。セットカウント1対1で第3セットに向かいます。日本韓国準決勝です。前回大会優勝の日本代表、大接戦となっております男子バレーボール準決勝ですが、第1セット25対19と日本が取りました。そして18対25で第2セットは落としました日本対韓国戦ですが、この後第3セットを日本が25対18で取りました。これでセットカウントは2対1と日本がリードしています。続く第4セットをここからご覧いただきます。
形はまあ日本今ネットディフェンスブロックとフロアディフェンスディフェンスの部分の形はいいようには見えました。力をマーク抜いてコース打ちましたよね、はい、もうですからこれ2枚締めてここのクロスしか打てませんよというようにチョン・ガインを追い込んでいってその正面に長野がいるという格好でしたがうまくスピードを殺して、まあ、タイミングも外していったというチョン・ガイン。ソジェドク腰からちょっと一人倒れています。あ、いいですね、速攻これをつなげられません。ちょっと今また越川と11番のチェミンホが重なりましたが大丈夫でしょうか。先ほどもねこういったシーンありましたけれども9対8と日本1点のリードです。ああ今度はちょっと、自分のチームでねぶつかってますね、ファンソースとちょっと当たってしまいました。さあ日本できたのサーブです。コースを狙ってカクシンスクを潰しにかかる。これでバックセンターはありません。ただセンター線使ってきましてチェミンホです。いや本当に日本はこれ今点は決められましたけども今日のサーブの意図というのがものすごく分かりますよ ね、 フローターは本当にいいコースってね、フォーメーション崩してますちょっとこのブロックは遅れましたけどね、はい、まず狙いとしてはやはりバックセンター潰していこうというバックアタックを潰そうというカクスンスクを狙うという狙いは見えました。ネットです。ちょっとこういったサーブミスが多いんで今も12番のチョン・ガインも天を仰ぐようなイライラしたシーンというのが韓国見え始めましたね。コースを、ね、狙おうとしてるんですけど、バランス崩れしましたよね、はい、こちらは攻めきれていないという韓国のサーブ対照的いっていいですよ、とここはしかし入れていきました。速攻8番のパクソンハです。だからあの入れていくんであればね、清水君ね、はい、あのフォーメーション先ほどから言ってるけど結果がこれサーブレスが下がってるわけですよ、はい、スパイカーがね、やっぱそれに取らせたいよね。そうですね、速攻に持ち込まれるというのは一番いかんことですからね、まあ、あえてチャンスボールを与えてるという格好になりますよ ね、 もったいないね、はい、チョン・ガンのサーブこれは攻めてきました。どうする星川は入れて返します。ブロック、さあ倒れている。これはレフトしかない。2枚ついてソジェドク、ハンソンスはもう一度カクセンスクを止める。チャンス、ソジェドクに3枚上げた長野、しかしつなぎきれない。韓国逆転11対10。盛り上がる地元の韓国ファンです。このソジェドクをね、はい、調子の走りたくないですよね。そうですね、あの準々決勝の対戦ではこの人が ね、 ね終盤爆発しましたからね。25歳のソ・ジェドク、特にここまでね13番のパク・チョル、はい、潰してますから ね、 からね日本はね、バックライトは清水、あ、いいですね、1枚になっています。いやでもこれも深津が、先ほどのセットから清水にあまり上げませんけれどもその分清水に上がった時は1枚になってますので楽な状態で打たせてやりたい、調子を取り戻させてやりたいという思い感じますね。そうですね。さあそして越川、この人のサーブが今日も生きています。ここまでサーブポイントは3つ。これもいいサーブです。カクスンスク止めた、ブロックアウトか。マークがねよくついたんだけどね、まあ、深津君がサイドで飛んでるんでねちょっと苦しかったね、ここもチョン・ガインのバックアタックを潰してこのカクスンスク、でも山内君は本当に横の移動がね早いですよね、経験がまだ5年とかで信じられないね。丸5年で6年目ですからね、それで全日本入りです。それまではバスケットボールをやっていました。うまくですね、まあ、思いっきり叩きつけるのも1点ですけども力を抜いて落としていくのも1点ですからね。相手のねフォアディフェンスがいないところをうまく見てますよね、はい、どうやったら1点を確実にものにできるか、その確率の高い方を選んでいけるのが18歳の石川、このあたりのセンスですね。いいもの持ってますね、山内のサーブ、ハンソンス、バックセンター使ってチョンガン。まあ、日本もですが先ほどからサーブで狙っているのはこのバックアタックをなくすような方法、まあ、ブロックというのは当然相手に1枚の攻撃に対して2枚3枚ついていく方が優位になるわけですが、そのブロックの優位性を作るために日本はそこを潰してきています。
バックライトに2枚ついているが、ここは冷静、ワンタッチを狙いました。そうですね、今本当に崩されて苦しかったんですけどね、はい、清水君は本当にうまく頑張ってくれましたよね、ここですよね、こういうことを切り抜けておくとチャンスがまだ出てきますんで ね、 そうですね、はい、まあ、決めよう決めようと思って力んでしまって決められない場面もまだ多いという話は清水がしています。ネットイン、ライトからのソジェロク、あ、ちょっと乗ってきましたか、まあ、パワーある選手ですからね、これ潰したいね、一本ね、はい、韓国のパクギウォン監督はこのソジェドクに対しては世代交代の一人なんだと、そういう意味ではパク・チョルウの後を狙っている選手という話をしています。日本はそのパク・チョルウ13番のライトのプレイヤーを潰してこのソジェドクを第4セット韓国から引きずり出しています。清水を狙っていった、ちょっとここはお見合う形になりました。ソジェドクアウトです。ポイント韓国15点目、これで2点差、日本が追いかけています。ここは大事ですよ、次の1点がね、しっかりとサイドアウトを取っていきたい日本。2点追いかける日本の第4セット、第4セット日本が取れば決勝進出という場面です。さあまず1回目のタイムアウトを南部監督が取りました。飛んだところがちょっと流れるからできたらしまらない、だからもう最初飛んだところで一枚当たったらできたらしまるように2人が流れてしまう。ブロックに対する指示ですね。そうですね、今あのブロックついてるんですけど、はい、空中での動作がですねちょっと流れるんですね、はい、その間を打たれてるんです。なるほど、決してコースを打たれてるんじゃないので、もう少しその間をしっかり締めていけばブロックはもっと稼げるよという指示でしょうね、的確な指示を南部監督が与えていきまして、さあ2点を追いかける日本の第4セットです。南部監督のね、ベンチでの指示には結構当たってますからね。そうですね、はい、それをまたあの若い石川君がこうきっと的確にやるのがすごいですよね。はい、パクスンスクのサーブはネット、この1点ですね、さあ大きな1点になります。これで石川君ですからね、はい、ビッグサーバーの石川、石川も今日ここまでサービスエースは3本取っています。ここはネット、16点目が韓国に入りました。まあ、これはいいですよね、はい、先ほどミッドさんが言ったように2回目のテクニカルタイムアウトがありますからね、ここで1回流れを切れるということですからね、はい、さあこれから終盤戦に柳本さん入っていきますが、日本2点ビハインド、このセットをものにして決勝進出に向かうための大きなポイントは、やはりあのベンチで、ね、指示出ましたようにブロックを大事なところでですね、はい、きちっと止められるかどうかというのは大きいと思いますね、それだけやっぱりサーブで崩している確率が高いですからね。そうですね、はいはい、で日本のパターンに入ったところでその点数をいくら呼び込めるかということだと思いますね。もう一度しっかりと日本が日本の戦術としてやってきたこと、韓国をはめ切ることができるかどうかというのが大事な部分になります。インチョンアジア大会男子バレーボールは準決勝、日本は地元韓国との戦いを行っています。現在セットカウント2対1、韓国が1つリードしてこの第4セット終盤戦に入ります。16対14と韓国が2点をリードしています。2枚替えですね、17番のソジェドクに代わって6番のイミンギュセッター、そしてパクチョルーを入れてきました。セッターのハンソンスに変えています。2枚変えて攻撃陣前3枚にしてきました韓国。ここはきっちり腰から切りました。まずこの第4セットはですから先に仕掛けたのがこの韓国のパクギウォン監督ですね、ハンソンスがうまく振っていた中でセッターを変えるという柳本さん、怖さもあると思うんですが、さあどっちに出るかですけどね。そうですね、はい、まあ全員は3枚使えますんでね、はい、できたのサーブはアウトです。わずかに伸びました。フローターサーブもきっちりとコースあるいはピンポイントの部分を狙って攻めるサーブというのを展開している今日の日本です。チェミンホのサーブ、2点差、日本が追いかけています。勝てば決勝進出になるこの第4セット、山内飛ばして清水、いい
ね、清水君ね、今、はい、1枚ブロックです。深津がうまく使ってるよね。そうですね、完全に1枚だもんね、はい、うん、ですから楽な形で打たせられるように深津の思いというのが感じられます。まあ、所属チームではね、パナソニックで同じチームですからね、共によく分かっている間から。清水のサーブ行きました、速攻止めた、ついにまた来た、山内ですね、山内のブロックポイント、山内今日これで4本目ですね、すごいね、これで同点。まだバレーを始めて6年目の選手です。今若干遅れ気味なんだけどね、コースをよく見てましたよね、戻しましたね、戻しましたね、やはりね、はいはい、これがやっぱり難しさなんですよね。そうですね、またハンソンス、そしてソ・ジェドクを戻しました、17対17。これで韓国はまた前衛は2枚の攻撃の形です。チョン・ガンイン18対17、韓国1点のリード。ただこれ日本がまたサイドアウト、相手のサーブがあるときにすぐさま得点を取りますと同点に追いついていく、まあここからの我慢比べですね。ただね、もう何回も言って申し訳ないけど、うん、やっぱりもうすぐサーブね、そうですね、うん、チャンスボールだもんね、あれは。チョン・ガインはここも入れてきました、速攻飛ばして山内、ね、いや山内の速攻もあのネットから離れててね、うん、幅を取れるようなスパイク打つのがいいですね。いいですね、これ絞れないよねコースを、はい、これ前に疲れてますけども、うん、当然自分の前の幅がうまく使えますから、横幅がね広がりますから、コースが非常にいい形で打っています。そして今度は越川です、呼び込めるか、ワンタッチをうまく狙いました。ハンスンスク徹底して深津の前だね、はい、深津がまあチームでは一番小さい身長180センチです。ここですね、しかしこれ一本できればね、向こうが左利きがレフトの苦手なフォーメーションですからね、はい、チャンスが 出ますよ、来ますね、はい、さあきっちりと切りたい石川、18歳の石川、中央大学の1年生、これがシニア初デビューとなります。19対19です。さあここですね、本当に無理のない力が入っていない中でのスパイクでした。見えないところから出てくるよね、レシーブはしにくいでしょうね、はい、はそしてここで日本は2枚替えですね、ですね、はい、柳田を持ってきました。ということはここはもうコースではなくて勢いの勝負ですね。そうですね、崩せばチャンスでありますよ。東京ネットこれで柳田が戻って椿山も戻ります。深津君の前でずっと攻められてましたんで ね、 そうですね、やはりそこをケアして勝負に出た南部監督でした。20対19、韓国1点リード。パクソンハのサーブ、長野できたを飛ばして石川です、それでずっとブロックを引きつけて、はい、でクロスで力抜いてね、ワンタッチを狙っていくという。こっちに打つよ打つよと見せかけて、これもう一度ご覧いただきましょう。ストレートに体開いて、クロスで打ってますよね。そうですね、自分の頭の前でストレートを打つんじゃなくて、頭の右横の方で手首でひねってますよね。そうですね、20対20同点です。速攻決めました、11番のチェミンホ。韓国も地元開催、ここで負けるわけにはいかないと第4セット競っています。これはハンソンスの勝負勝ちですね、そしてカクスンスクに代わりまして、この4番のセンタープレーヤーシン・ヨンソコが入りました。ジャンピングフローター、これはチャンスになります。石川きれいに返している、速攻使った、できた、負けてないね、いいですよ。引き勝つもでもこの終盤にセンター戦使えるようになってきましたね。本当うまく使ってます今日は、はい、ですから当然韓国の方もブロックが絞りきれていません。また期待したいね、これ、期待したいですね、うん、昨日からのシンデレラボーイ、ラッキーボーイとも言ってもいいでしょう。流れを変える男、この石川、日本期待の星。
狙っていく。フェイントは外力。さあチャンスだ、復活バックセンター、3枚ついていた。22対21。復活分かるんだけどね、はい、レフト腰からでしょ、はい、そこに、いやもう待ってましたよね、石川に集めていたところ。これはイタリアときついな、はい、22対21と韓国が1点をリードしています。日本が1つタイムアウトを取りました。あ、失礼、韓国のタイムアウトですか。ポイントを取った方の韓国なんですね。なんか勝負だっていうことでしょうね。ちょっと珍しい形でタイムアウトを取っていきました。さあ終盤の第4セット、22対21、韓国1点リード。ソ・ジェドクのサーブアウトです。22対22、日本のサーブは16番のできた。コースをピンポイントでうまく切ってきます。おそらく9番のカン・スンスクを狙ってバックアタックを減らして、ね、できたコースを狙っていくと思いますよ、はい、いいコース、ここを狙いましたね。前衛攻撃陣が2枚バックライト、スルーで止めた、腰から1枚で止めました。さあ日本逆転、日本がこのセットを取れば決勝進出です。ちょっと今呼ばれましたか。何か今ファン・スンスキャプテンが呼ばれてますか。ちょっと注意が与えられているようです。今ちょうど越川とソ・ジェドクが絡んだところですね。止められた後、はい、越川に何かアピールしたんでしょうね。あ、そうですね、で注意受けましたね、日本逆転しました。第4セット、このセットをものにすれば日本は決勝進出です。さあ大きなブロック出ましたね。もう完全に日本は今のできたの狙いとしては相手韓国の攻撃陣が2枚ですから前衛、そうですね、ですからバックアタックを潰せば、1つ潰せばもうあとレフトとバックライト、そしてセンターのこの3つだけですからね。そうですね、やっぱりあのハンソンスの、はい、日本とのブロック陣との勝負ですね。そうですね、はい、さあ日本の戦い、第1セットは25対19、第2セット25対18で奪われましたが、第3セット25対18で取って、そしてこの第4セット23対22。サーブレシーブ入るとシークイックに入ったら速攻に対してはレフト側の越川がついても面白いよね。そうですね、うん、先ほどはそういったシーンで、ね、ちょっと越川が意識しているシーンはありました、ね、まあ、ベンチから当然指示が出ていると思いますけどね、はい、あ、今ちょっとローテーションの並びの確認を行っています。さあ日本できたのサーブが続きます。日本がこの第4セットを取ればアジア大会決勝進出が決まります。大事な第4セット止めた、またソジェドクを止めました。日本越川楽しいね。日本キャプテンがチームを引っ張る。これでマッチポイント取れば日本決勝進出です。いいところ読んだね、完全に読んだ。これもサーブ&ブロックの形、今日は日本自らのそのバレーボールを展開できたが、ここも潰す。レフトしかない、チョン・ガイン上げた、復活、押し合い、ここは韓国。ただしかし24対23、まだ日本のマッチポイントは変わりません。これはそんなに強烈なサーブは来ないからね、この状況では。チェミンホのサーブはジャンピングフローターです。24対23、日本マッチポイントを迎えています。さあこの1点ですね、これを取れば日本が決勝進出です。ここはもう流れだけを考えたタイムアウトですね。そうですね、このキャプテンの越川のブロック2本、さあ決勝進出へあとワンポイント。これぞキャプテンという仕事をしてくれています。
越川優、ね、ここまで苦しんできましたからね、この思いの丈をこの1点にぶつけてほしいね。どんなことがあってもくじけずに這い上がって這い上がってきましたこの越川です。さあ日本のマッチポイントは変わりません。これを決めれば日本が決勝進出。キャプテン越川、日本決勝進出。大会連覇へ向けて日本地元韓国を準決勝